皆さんどうもこんにちは。マンディアンのユーポンです。今日は、ユーポンにとっておきの文房具があったので、アマゾンで購入してきました。ユーポンはよく提出物を忘れます。でも最近ちゃんと出してるけど、だって提出物出すやつってさ、わかんなくなるじゃん。どれ出したかなとか、どれ出せばいいのかなとか、プリントとか特に。でね、そういう方たちのために、こちら。これ。こちらは、プリントをなくさない。種類分けできる。提出物を忘れない。ということです。なんかやっぱりね、ユーポン整理整頓とかめっちゃ苦手だから、こう、どっかにまとめたりするのが。だから、そういう人たちのために、これはいいのかなと思って、ユーポンも購入しました。結局これはカバーがついただけで、まあ、ノートはこれ普通のノートです。なんかこうね、ファイル系になってるんです。ここに、入れて、ノートを。で、まあ、こうやって書くと。で、こういうところに配られたやつとか、提出物とかを一緒に置いとけば提出物できる。まあね、これが例えば国語のノートだとします。漢字を提出してください。ここにやっとけば、あ、はいってできるから、ね、いちいちって探すのめんどくさいからさ、ファイルから。これはね、セットで購入しました。なんかね、バラ売りもあったんですけど、ユーポンをセットで購入しました。これで1452円です。ブルー、グリーン、ピンク、イエローです。ノート付きで。なんか地味おしゃれだね、なんかね。こういうノートあんだ。しかもこれは白だ、なんか。黄色っていうかさ、これさ、正味さ、ノートが黄色だから黄色なんじゃないの。でもこっちはちゃんと水色だ。かわいいね、水色。綺麗。ピンクはさっき見せた。これグリーン結構好きなんだけど。ほら、枝豆みたい。枝豆。あと、ノートがあれば、これ買えばもう使えるから。これだけのノートじゃないから、普通に市販のノートでもいけます。で、あとは、これ、蛍光ペン。も買いました。見た目がね、ちょっと可愛かったので、一目惚れしてしまいました。なんか初めて見たこういう蛍光ペン。めっちゃ可愛い。じゃじゃーん!こちらの6色です!なんかね、まあ蛍光ペンは普通に蛍光ペンなんですけど、見た目可愛くない？じゃあね、ちょっと早速書いていきましょう。どんな感じか。いきまーす。まずピンク。結構濃いかもね。結構濃いけどなんかいい。あ、乾くすぐに。綺麗に引けた。なんかスラスラーと生きたよ、これ、意外と。色もいいね。なんか良くない？立体感あるよね。地味に。じゃあ次に、オレンジ。なんかオレンジ冬って感じがする。ほら、いい色じゃない。色はね、マジで蛍光ペン。次、黄色。なんか、ビタミン C って感じ。眩しい。そう、なんかさ、こういう蛍光ペンの黄色あんまり好きじゃない。眩しすぎて。なんか目痛くなってくるよね。次、紫。これみんな好きそうだね。なんかあれ見た。汗出た時にさ、つけるやつ。あ、いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？紫は。結構いい感じの色よ。でもね、本当に色は蛍光ペンだよ。次に、水色。水色なんか可愛らしくない？なんか化粧品ポーチの中に入れても違和感なさそう。あ、安定ですね。結構ね、蛍光ペンのね、水色好き。綺麗だよね、色が。黄色好きじゃない。そやからなんか抹茶みたいな、枝豆みたいな。最近こういう緑ハマってる。緑も本当に蛍光ペンだね。色はもう全然変わりないです。マジで普通の蛍光ペン。でも、なんか書きやすいの。まあね、ユーポンの色よりも外見に一目惚れしました。可愛すぎてね。めっちゃ書きやすいんだけど、これ。やばいよ。書いてみ。はい。見てください。ママポン作です。お団子。こんなんじゃない？アンパンマン。僕、アンパンマン。ほら、アンパンマン。これね、可愛いんだけど、ユーポンを家用に使おうかなと思ってます。筆箱に入れるとさ、これだけで容量が。多くなりそう。ただでさ、今ちょっとちっちゃいのに。もう並べてるだけでもめっちゃ可愛くない？はい、ということで、今回は、
便利グッズと可愛い文房具を紹介しました。便利グッズと可愛い文房具を紹介しました。でね、こちらのお値段が1080円です。でね、よかったら皆さんも、ゆぽんと一緒にね、このノートを使って提出物頑張って出しましょう。では、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、LINELIVE、TikTok の方も、フォローやろぽんです。では、おつぽん。